こんにちは、ビントロ Vlog です。今回はお久しぶりにパッキング動画をやっていきたいと思います。今回の旅は、LCC ではないので、久しぶりにフルサービスキャリア FSC に乗ります。ということで、今回こちらのバックパックとスーツケースで行こうと思います。最初にまず、じゃあこちらのご紹介。20リットルの大きさです。無印良品の皆さんおなじみ優れもののバックパックです。こちらまず最初に、前のポケットにはこのようにティッシュとか、紙のハンカチ、これ初めて買いました。無印の紙のハンカチです。と、何かあった時のためのビニール袋、そして除菌シートです。で、あとはここに必需品のリップクリームとハンドクリームを入れます。そしてメインのこちら、最初に出てきましたのがこの機内で使うもの入れです。100均のスリッパ、そしてこちらのアイマスク。これ前もご紹介したと思うんですけど、立体的なので、マツエクしてる人にはすごく快適です。で、有線のイヤホン。iPhone で動画を見るときとかに使います。はい、あとは耳栓です。こちら、耳栓各種、ノイズキャンセリングとかないので、いずれは持ちたいですが、持っていないので耳栓を持っていきます。意外にいろいろ泊まって、ホテルとかでも、旅先のホテルでも使えたりするのでいいと思います。あとはこちらのドラえもんの入れ物は常備薬です。頭痛薬と酔い止めとか、そういう系が入ってます。バッグをいちいち上の、なんていうんですかね、飛行機の上のとこからこれ出さなくていいようにもう用意しておきます。で、ここに、iPhone とかを充電するコンセントとかも入れます。コンセントっていうんですかね、アダプターですかね。で、次がこちらも無印良品で今回買いました、ガジェットポーチです。ちょっとお手頃なマイクを買いましたので、搭乗レビューで飛行機の中でも声がちゃんと聞こえるようになると思います、多分。そしてリチウムバッテリーとか、このアダプターとか入っております。そしてこちらも無印良品で買いました、この透明のポーチに、葛根湯とか風邪薬ですね、とか頭痛薬、また頭痛薬、そしてバンドエイドっていうんですか、と、あとこちらのすごい、なんか薬マニアみたいですけど、サプリとかちょっとアレルギーのお薬とかを一定分入れてます。これ買いました。そして次がこちらですね、スキンケアセット、化粧水乳液、そして除菌とか、あとちっちゃい香水とかも入ってますが、ヘアオイル、フェイスウォッシュ、クレンジング、そして歯磨きセットと日焼け止めとか入っております。こちらサングラスとメガネです。これ洗っちゃったんでぐっちゃぐちゃなんですけど、こうやってするといつもの私のサングラス、ロッケンローサングラスと、ここにメガネも入れてます。で、これ本当はこんなんすると、こういう風にすると良くないのですが、こうやって2つ入ってちっちゃいんでこうしてます。なんかいい方法あったら教えてください。そしてこちらユニクロの UV ちっちゃくなるポケッタブルパーカーです。シャカシャカので、これは日よけとか冷房よけに持っていきます。こちら何の袋入ってますか。傘です。ジャンプ式雨傘兼用日傘です。これも超便利です。軽いやつを買いました、 Amazon で。そしてここに圧縮袋に1日分のお洋服が入っております。で、これはなぜかというと、ロスとラゲッジした時に替えのお洋服
セットぐらい欲しいなと思うので入れております。ポケットにお水、そしてこっちにもポケットがあるんで、傘とかも入れれます。で、ここがファスナーになっていて、ここの中とつながっているんですけれども、このポケット、ここからパッとお財布、これも無印デビューしました。ちっちゃいお財布欲しかったんで買いました。そしてこちらがパスポートと e チケットとか入っております。で、ここにまたまた無印で購入しましたカードケース、ここに持ち歩かないクレジットカードとかを入れておきます。そして一番後ろの、本当はここにパソコン入れるとこなんですけど持っていかないので予備のeチケットとか入れてあります。そしているかもしれない、いらないかもしれない、機内の中ではすること多いんですけど、乾燥するので、マスクです。で、そんな感じでこちらのリュック持ってきます。で、こちらクリッパーっていうなんかおしゃれ系ガジェット、おしゃれ系わからないんですけど、そういう方が皆さん使っている13キロまでかけれるこのなんていうんですか、フックを買いました。で、机とかにもかけれたり、なんか下に置きたくない時に使えるっていうことなんで、これちょっと買ったんで、いけるかどうか、使い勝手がいいか検証してみたいと思います。で、こんな感じでおしゃれにつけとけるのでいいかなと思うんですが、これ自体が重たいので、バックパック1個で行くときはこの重さもちょっと不利になるのかなと思っております。そして次がこちらの、はい、スーツケースの中身、ドーンドーンです。で、説明するのを遅れておりまして、今回の旅は、5泊7日です。で、行き先はシークレットにしときます。どこの航空会社かもシークレットにしときます。お楽しみに。で、こちらですね、5泊7日なのでスーツケースを持っていこうと思うんですけど、 LCC じゃないし、持っていけるので持っていこうと思うんですが、半分空です。で、半分空なんですけど、季節的にアウターとかまだちょっといるので、着ていってこの中に入れて持っていきたいと思います。で、片面にはこちらのキャップを入れております。で、これは、去年の5月の石垣島の元気クールで買いました。全然被ってない、一回も被ってないので、今回これを被っていきたいと思います。こちらの動画もよかったらご覧ください。と、これまたビニール袋、これは着てたアウターを入れてここに入れたいと思います。そしてここ開けますと、ここファスナーところにエアタグちゃんとつけてます。ロストバゲージ対策万全にしております。で、こちらのファスナーを開けますと、こちらには、パックとかヘアパック、顔用のパック、シャンプーコンディショナーなど入れてあります。予備のティッシュとか、そうですね、除菌シートなども入ってあります。そしてこちらは洗濯するかもしれないので、こちらに100均で買ったこれ、ハンガーです。洗濯用ハンガーと、あとなんかコンセントの差し込みを一応持っていきます。いらないとは思うんですけど、一応持っていきます。開けますと、はい、いつものイントロの旅で私が持っているナイキのボディバッグです。めちゃめちゃ大容量なんで、これすごい使いやすいんでおすすめなんですけれども、後ろにもファスナーがあって、貴重品が入れられて、前にもファスナーがあって、ジンバルとかカメラが入れられる感じの重宝、使いやすいバッグです。そして最近こちら被っております、全部袋入ってます、何でも袋に入れちゃうんですけど、こちらが、よく最近被ってます帽子。そしてこちらがお洋服です。で、私はこうやって今
圧縮袋に入れてるんですけど、圧縮しなくてもいいんですけど、一応こう入れやすいので1日分のお洋服を、靴下から下着から全部コーディネートして用意してます。時短でそのまま開けて着れるので楽ちんなんで、考えなくていいんでそうしてます。でこれが今3つ、そしてこちらに入ってたので4つあります。5泊7日なんですけれども、着いた初日は夜なので、まあ着替えるのはもうパジャマだけなのでそのままで、で帰りも、その日の夜の便なのでそのまま、まあいろいろ回った後に帰るので、行きと同じズボンを履いて上だけ変えていくということで、こちらに上のタンクトップとか用意しております。でこちらはパジャマです。これまた可愛いハンダついてて、いつもこれ旅に持ってくんですけど、 GU とケイタ丸山の、コラボのショートパンツのパジャマです。そして今回はやっぱりサンダルが必要な場所なので、履いていくのはスニーカーなんですけどサンダルも持っていきます。あとはこちらの水着セットです。で水着セットはいろいろ入っておりまして、この iPhone 濡れても大丈夫だよの入れ物と、こちらのですね、防水のトートですね、締められて一人で海入ってる時に背中に背負って持ってっても、浸水しないという、これをバケツ代わりに洗剤入れてこう洗ったり洗濯物したりされてるので、かなりこう、水が入ってこないにちゃんとなっております。こういうすぐ乾くタオルとか水着、そして、T シャツを1枚入れております。そんな感じでセットしておりまして、で なぜかこれ持っていこうかと思うんですけど、わかんないんですけど空いてるんで持ってきます。食べないかもしれません。そんな感じですね。そしてやってみたかったんですが、ここにキャリーバッグの持ち手にここ差し込めるんですね。でどうしてもこれが欲しくてこれにしたんです。でこれ差し込めるとめちゃめちゃ楽だなっていつも思っていて、無印のこちらを買いました。でこちらの使い勝手もどんなもんかっていうのをお見せしたいと思うので、登場レビューなどもお楽しみにしてください。今回の動画はパッキング動画でした。いつもご視聴いただきありがとうございます。また次の動画、登場レビューになりますんで、ぜひぜひご覧ください。あとは次の国はどこかなと思いながら見ていただけると嬉しいです。それではまた、ありがとうございました。